佐世保バスセンターは、長崎県佐世保市、白羽町にある西越自動車のバスターミナル。佐世保駅前の国道35号沿いに位置し、佐世保交通センタービルの1階に所在する。西越自動車の一般路線バスの時刻表や、路線図では、佐世保駅前と表記される。それに対して、主に高速バスで、佐世保バスセンターと表記する。佐世保駅前、バスターミナルとしては、 一番乗り場になっているが、バスセンター内は全部で6バースある。佐世保バスセンターホームは、東端式6面。太地は行き先。内は共同運行会社。以下の行き先は、国道沿いか隣のターミナル内のバス停に停車。建て替え前の旧バスセンター時代には、王の、廃棄宮崎橋行きのみが、国道沿いのバス停に停車し、それ以外のすべての便は、 バスセンター内で乗車扱いをしていた。もともとは、佐世保市営バスのバスターミナルであったが、2019年3月をもって、同市交通局の閉局に伴い、路線を引き継いだ西越バス並びに佐世保バスが使用している。ありがとうございます。